じゃまなもの、たまにすっきりさせたくなる。辛いことや嫌なこと、気を使いすぎた気疲れも、誰だってそうやって抱えるものがあるなら、きっとそれぞれリセットできる場所がある。いつでもいつまでもそこにいれるわけじゃない。だから今夜も大事にめくる夢物語の1ページを包み込まれてゆく。